どうも皆さん、おはこんばんにちは。はるな艦長です。よろしくお願いします。ということで、この Asus の ROG ストリックスゲーミンググラフィックカード G4RTX3090 をですね、しかもオーディションね、をね、開けていきたいと思います。いやー、もう、待ちに待ったよ、これね。こういうね、 25万もかけると思わなかったよ、正直ね。30、80とかでいいかなと思ってたけどさ。ねえ。あ、ちなみにこれ3年保証ついてんだ。3年保証だ。メーカーは3年保証ね。で、テックウィンドウで1年保証がついてるというところですね。と思うんですけどね。まあ、多分1年保証なんだろうな。はい。じゃあちょっとね、開けていきたいと思います。おーははは。おーははは。

ちょっと箱は、ポン。来た、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 来た。来た。よっしゃ。行きますよ。ニュ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 ーニュ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  なんだよ、この、なんか定規が入ってるっての知ってたけどさ、なんだよ、この定規マジで。<laughs> いらねえだろ、こんなの。定規つけるぐらいだったらさ、ステーをよこせ、ステーを。はい。なんか、定規がついてました。えー、キーチェーン付きです。チェーン付きですね。こんなにいるさあ、行きますよ。開けますよ。って、うわぁ。行きますよせーの、おぉ重っ重っええー、重っこれね、 ステーがないとやばいわ。これはやばい。1060の日じゃない。<laughs> ええ、ちょっと待って待って待って。ちゃんと開けよう。いや、さすがに25万円を持ってるって感覚になると。え、これ入るか入るかこれ。来ましたこれ。ね、これが G-Force、えー、ROG Edition のモデルになります。 うわ、<laughs> ちょっとこれ <laughs>。見たかこれおサムネだよぞこれでサムネにするわ見たかこれなお前ら。なこれが25万円やぞなんかここら辺にね、なんか貼ってあるんだよね。なんかね。フィルムみたいなのがね。貼ってない貼ってるよね。あれ見当たらないんだけど。あ、でも貼ってるね。ちょっと鳩で剥がそう。 いやー、これは、これ剥がそう。いー <laughs> これはやばいよ。これはやばいぞ。見てください、もうこれ。これがあれですよ。一番もうね、3090の中でも、もうハイエンドクラスと言っても過言ではない、えー これがね、RTX の機種です。めっちゃ剥がれないんだけど。あ、こ、こっちから剥がすけね、これ GForce RTX。ね、これで NV リンクのやつもあんのかなこれは、まあ、後で撮っておこう。これね、一つ癖物なんですよ、本当に。見てください。これね、8ピンがね、かける3本いんの。やばくない <laughs> ?8 ピンかける3だよ。おかしくないかで、<laughs> どんなハイエンドでもさ、8ピンかける2個じゃん、普通ね。 8便かける3個って。えと思っちゃって。でね。だからもう3本取るしかないじゃん、言って。だからさ、もう、やばかったわけよ、マジで。どうしようかなと思って。しかもね、その、GPU のさ、一応電源ケーブルみたいなのはちゃんとあるよ。まあ、あるから全然使えるんだけど、ただね、これ光らせたいんだわ、やっぱ。っていう風になると、光らせるやつもいるじゃんか。それプラスで、 一個買わなきゃいけなくて、プラス6000円の追加出資ですよ、もう。ほんとに。こいつはマジで、じゃじゃうまよ。ちょっと待ってね、これ、どっから剥がせばいいんだなんかね、剥がし口があるはずなんだけども、こっから取ろう。くそ、切れた。いやー、ちょっと待って、もうなんか、これね、こん、でかーこれ捨てないと、ほんとに無理だった、これ。やばい。これね、 ここのね多分ねカバーがもうもげるもげカバーっていうかそのスロットが PGI スロットがもげるちょっと待ってちょっと先にね剥がさせてみようリムーブフィルムさせるもうこういう時にね一番いやーいや買っちゃったよね わあ、うーなんでここだけ剥がれるんだよーみたいな感じだね。これパンってやって。いやー、これ。これすごいぞ。これすごいぞ。バカだな、本当になんか。自分買ってバカだな、本当にな。これね。はい、剥がしました。で、こっちにもね、フィルムがあるんだよね。ここはね、さすがにフィルムないと思うけど。はい。 ね,ここここね、ここここのねここここここねあったはずなんだけどねまぁ、あ、今いっか後で剥がそうなんかやめようやめよう後で剥がそうこっちもねほら見てよステンレススチールステンレスですこれバックプレートがいいねいいねいいね お気持ちがいいの。で、これポートがあって。まあ、ちょっとぬ抜いとこう。いいね。ディスプレイポート。気持ちがいいの。おー <laughs> すげえな、これい。重量にしね、多分1.4ぐらいあると思うんだよね、これ。で、これがファンだね。ここだけね、違う。なんか逆回転ファンなんだよね。で、ブレード数が多いと。 で静音差があるらしいです、まあ、そこまでの検証するかって言われたらちょっと微妙だけどログシリーズですねはいあのなんかあれだね ROG の最強とかなんかあのチープな <laughs> <laughs> あの日本語の羅列はなくてよかったわあれあったらねちょっとぶっ殺してたよマジで <laughs> 何なんだろうねこれ25何何何何何何みたいなちょっとよくわかんないけどはいでここがね光るっぽいですね で、G-Force RTX と。で、これがプレート。で、ここがちゃんと覆われてます、というところですね。すっげえ巨大なヒートシンクなのね、これもう。おかしいじゃん。言って。<laughs> 言っておかしいよね、これね。いやー、こっから組み付け編やっていくのか。やべえな、これな。まず入るかだよな。まず入らなかったらの前提としてちょっと考えないといけない。ちょっと待ってね。あとなんか残りなんかあるかな。 えっと、なんか変な定規。なんかね、この下になんか埋まってそうなんだよね。はい。なんだこれ。あバンドかストリップのバンド。あ、でもこれあれだね。あの、ちゃんと PCIe だけでいいんだね。ちゃんと光るところとかな、あの、アドレスサブルのやつはいらないんだね。あんまりね、こう光る GPU のやつって買ったことないからね。よくわかんないんだけど。これは、まあ、ここにポイだね。 で、あとこれだね。ASUS ゴールド。ああ、どう、どあげりゃいいんだ。よいしょ。はい。おなじみ。これ何これ何何これしかもなんかめっちゃ気づいてるんだけど。何これ ASUS シール。何これワレントリー何これで、これ知ってるみんな。何これログストリックス。 オーバーグロッキングヒートインスプレッション。意味わかんない。これカードゲームじゃん <laughs>。カードゲームじゃん。はい。スピードセットアップが入ってて、まあドライバー落としてこいとか、そんなやつでしょうね。が入ってた。あとこれはなんだこれサンキュ級カード。ュ級カードだね。ュ級カードいらないからさ、値段下げてよ、マジで。あなるほどね。多分これステッカーなんだろうな。ステッカーか定規かな。わかんない。 でなんかうんカードが入ってたちょっと分厚めねあーなるほどねあーなんかこう次組み付け編いく <laughs> 組み付け編いこうかやーべえなこれなちょっとしかも作業スペース今ないからね部屋に結構ちょっとね恐ろしいことをやらなきゃいけなくなるんだろうな はいということで、えー、こんな大物が来ましたこれ絶対やばいです本当にやばいですということで次ねちょっと組み付け編みたいなのやってみましょうまだねあのー、電源のね延長ケーブルみたいなあのー、光るケーブルはね全部届いてないんですけどもちょっと一回ね組み付けるところまでやってみたいと思いますということで行ってみます